最近すげえ腹立つことがあってはいっていうかまあ今日なんだけど今日うん、はい、お前俺のドラやき食っただろ <laughs> <laughs> 俺がさ奈々 <laughs> 子さんの家にまあ忘れてったというかね置いてっちゃったドライキーうん、食べたでしょ <laughs> <laughs> え何ドラちゃんなの, <laughs> <や>の怒り方 <laughs> <laughs> 手に僕のどら焼きをいや、わかんないド,ドラえもんって、あれだっけのび太にどら焼き食われて怒ってる人やった。いや、あるんじゃない探したらさ、<うん S 2> ひどいよ、のび太くんみたいな、あそうじゃない <あー S 2> なんか、僕のどら焼き食べたでしょって。まあ、のび太、手癖悪いからな。いや、そんなことねそんなシーンねえだろ。の <laughs> <laughs> び太が手癖悪いし、見たことないでしょ。の <いや S 2> <laughs> び太と言ったらもう、スネ夫の家遊びに行った時にさ、の <laughs> び太シュってなんか物取ったりしてないでしょ <laughs> なんか、スネ夫の家行ってさ、なんか、<laughs> ジャイアンとスネ夫がさ「おいスネ夫のお前の車座席1個ねえぞ」っつって <laughs> あの「お前の席ねえからな」って言われた腹いせに <laughs> スネ夫んちのクラウンの,あの座席1個盗んで帰ったって噂 <laughs> そんな簡単に取り出せないし <laughs> それ手癖悪いのに聞こえてるでしょごっそり行ったらしいからごそり言っとるからあとなんか工事現場のあの銅線盗んでったらしいから <laughs> それはゴマキの弟だから <laughs> 言うなゴマキの弟だから名前出すなそれのび太じゃないから <laughs> あそっかのび太じゃない <laughs> あーこれねいや俺ほんと結構怒ってるからなんつうか俺ちゃんとさお<い>なんていうのかなあのー、紙袋の中に隠しといたのになんかあさったよねあなた勝手に <laughs> いやいやいや勝手に漁<や>あさってさあなるほどねなるほどねって何なの いやだって俺これあれかと思ったもん<何>あのほらイベントとかの差し入れでいただいたやつとかをさはいはい一緒にこう分け分けして食べたりするじゃないですか <おう S 2> だからなんかこうやって家に置いてるとさ <おう S 2> なんかその差し入れとかでプレゼントしてもらったものなのかなと思って <おう S 2> いやお前最近イベントしてねえじゃねえか別にいやまあまあそうだけどなんかほら前のイベントのやつとかをさ <おう S 2> 取り出してきてなんか食べたりするじゃない <おう S 2> だから分かんなかったんだって。 俺のものだと思ったんだもんだって家の中にあるんだもんいや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 オレンジの中に置いてあったら俺のもんだなって思うじゃんそんなわけねえだろ別にそんなわけねえことねえだろお前ドラ焼き入っててさ直近のイベントいつよその差し入れもらった直近のイベントええと直近だったら夏夏でしょうん8月とかもう3ヶ月経ってるだろだとしたらなんでお前そのドラ焼き手つけようと思うんだよ8月にもらったドラ焼き 絶対納豆の匂いするだろ、それ。め<か> <laughs> っちゃや絶対、ピント引いちゃって、納豆の匂いするやつじゃん、そんなの。砂糖少なめの。ちょっと。<laughs> ねデスドラ焼きだった可能性あるだろいやそうねでもあの電子レンジで温めたら大丈夫だよ。電子レンジで温めたらふかふかしたからさあまああと奈良子さんち常にあのクーラー効いてるからそそううあのちゃんと低温で置いてかれてるっていう確かに俺も一回消費期限見た記憶はありますいやそうだよな絶対見るよね見ましたねであっんだ来週じゃん っっってててななままだ食食べべれると思したそれは俺が昨日買ったからだよ賞味期限消費期限が来週なのはでもなんか頭の中でももう1個あってなんかほらこの紙袋の大きさの割にはさ一個だけしか入ってなかったじゃないですかああそうだねそうでしょなんか23個入ってそうな紙袋じゃんこれそうだねそうでしょまあよくかかったねそうだら 1>, 1個だけ入ってたのって、うん、あなんか俺用に取っててくれたのかなってっていや俺がそんなことするわけないだろ <laughs> でもその袋のサイズ感は大正解俺が1個栗入りのあんこのどら焼きを食べたの、うん、でそこのお店のおすすめはあの粒あんだったの人気ナンバーワン<う>栗が入ってない普通のやつ、はい、だから俺は季節限定の栗入りのやつを最初食べてじゃあそのお店の普段のおすすめの味というか、うん、まああのフラッグシップをいただこうじゃないかと でも1日にどら焼き2つも食べるのはちょっと体によくないよなと思って残しといたのを今日来てみたら机の上に俺のどら焼きのビニール袋がフラッグシップフラッグシップじゃない<れ>美味しいございましたじゃないんだよこれは恥ずかしくない い,いい出来でしたよありえないからね、人のもん勝手に食べるとか。違う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 。俺んちのこの、しかも俺が座るパソコンの横に紙袋が置いてあったらプレゼントかなって思うて、うん。お前が座る椅子には俺も座るだろうが、そんなもん。<laughs> <や>俺が食べやすいようにそんな置いとくに決まってんじゃん。なんさ。 そんな食べてほしくなかったら食べるの禁止って書いといてよそしたら俺もなんか見た時に食べるの禁止でそれ食べるのちょっと気が引けるじゃんなんでだよ俺体調崩してたからさ先輩がなんか俺のことおもんぱかってなんか差し入れの持ってきてくれたんかお前のことおもんぱかるわけないだろそんなそこなんでそんな強く出のよくそんだけ強く言えるだろそんなわけないじゃんちょっとそれ本当にイラついたから今度逆に あえてドラ焼き置いとこうかなと思って。え？でその中になんかいろんなもん入れといてやろうかなと思って。いや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 ,いや,いや <laughs> あこいつこういう系食うんだっていう大体傾向分かったから。大体あのー、なるさんあの甘い和菓子系よく食べるから。<laughs> 好きなんだよね<ー>甘い和菓子。通りもんもう俺行かれてるからさ俺奈七子に。<laughs> 本当六の。家じゃないここメットリー感あるやつ好きだわ。うん 鶏、はい、もんとあんこ的なやつのねつしっとりねっとりのやつ、うん、だからしっとりねっとり系のやつ置いといたらこいつは躊躇なく食べる、ね、そうねマフィンは食わないからね俺 <laughs> 俺マフィンは食わないから豆入りマフィン食べない俺和菓子の方が好きだからああ糸,糸引きマフィン食べない食わないからね <laughs> <laughs> 今買いに行く人いないと思うけどそうねだから今マフィン差し入れ持っていくのちょっとウケるかもしんない、ね、<laughs> 絶対言うじゃんなんかあの <laughs> すいませんこれあのー 5日前に作ってクーラーのところで冷やしときましたって渡すとおいそれも食えるかみたいなさ <laughs> やめなさいそんな <laughs> そんなコミュニケーションの取り方するの今度俺それちょっとそのためだけに美味しいマフィン会社に差し入れ持ってこう <laughs> いやこれでも確かによう考えたらマフィン業界になんか、うん、ちょっとあれがねネガキャンというか、うん、なんかちょっと渡しづらくなったよねマフィンいや逆にでも俺マフィン全体になんかネガティブなイメージは持ってないけどまあそっか、うん、まあそれはそれはあ,あそこだけじゃんあそこがね <laughs> 何があったかはデスマフィンで検索してもらえたら皆さんお分かりになるかと思いますデスマフィンねまあでも俺をやっつけたかったらそうですね何もなかったかのデスマフィンを付けに置いといたらそうだね食べちゃうかもしれないマフィンの一つや二つ置いとけばペロリといっちゃいますからまああとしっとり系の和菓子ねうんほんなんか今度激辛ソースみたいなのに入れとこうかなって思ったりしてごめんごめんごめんちょっとなんかでちょっと償ってもらわないとごめんいいなうまかったた。本当に っっちゃて大丈夫これ店の名前なのよそれこれはもしかしたらうちの近くじゃないとないやつめっちゃ七々子さんちの近この P でお願いしますぜひ皆さんねおいしいおいら P だっって編集のあれを増やすんじゃないよほお店がねおいしかったそうんでおいしかったならよかったいや美味しかったよごめんね なんか冷蔵庫とか入ってたら食べないんだけどな勝手にはさすがにードラ焼き冷蔵庫入れないだろういやそうなのよ、うん、ここは食べないでボックスとか用意しといて <laughs> ここは俺だからちょっとあれだわ<ー>単純にオレンジと先輩の、うん、先輩がオレンジで活動しすぎるからさ、うん、なんか俺の私物と先輩の私物がちょっとシームレスになりすぎてるわああ 俺の私物と七五三の私物行き来するときにロード画面とかあんま今挟んでないのかいやそうなよシームレスにシームレスなオープンワールド体験になってるって俺と先輩のが PS5 になっちゃってるああそうなんだ,そうだやっぱ処理,処理能力大きくなっちゃっただから俺がこのドラえき取ろうとしたときにあのナウローディング昔はね PS 時代はそこナウローディング絶対かかってたけど <そう S 1> なんならあのディスク入れ替え必要だったからねだったら俺もさわざわざ手に取らなかったけどうん なんかもう普通にスッと置いてあって、ふっと取って、ふっと取って食べれちゃった感じ。あ<ー>から俺の私物と先輩の私物がやっぱもうこのなんかあれが歯垢息がないわけですよ。歯垢息。 なんかエリア作っとかないといけない、ね、いやそうなんですよ。<ー>なんで俺ん家でエリア作るんだよ、<laughs> 先輩の。それもおかしいだろよ、徐々に徐々に俺の侵食してってさ。いつの間にか主権主張しちゃうてさ <laughs>。長期間、俺ん家のその一部のエリアを取り続けたら、うん、もうそこは実質的に先輩の支配した土地ってことになるから。うん、なんか 多分俺と奈良子の関係って歴史上のどっかで絶対あったよなこの感じ <laughs> これで起こるいざこざって絶対どっかであるよな <laughs> やっぱ人類なんだよな何なんだよその感想 <laughs> 考えることは一緒っていうだからまあちょっと俺は主張します、うん、もうこの俺の領土だから<ー>俺の領土に物を置いてた場合、うん、あのもう俺が手にすることは当然の権利だと主張しますし、うん、あと 今回このどら焼きを勝手に食べたことに関しての,、うん、あの問題に関してはあのうちの国で裁かせていただきますいやそれ勝手に7個法を適用されても困るんですけどそれは7個国内でしか適用されない法ですよねいやもうこれは完全に違う法それを俺にこう押し付けるっていうのはちょっと違うんじゃないですかこちらはこちらで基づいた法でやってるんで 七個法をそうやって対外的に持ち出されるとそれは何でもありになっちゃうじゃないですか。七個有利。のどら焼きを勝手に食べたことに関しての今回の裁判は無罪とする<ー>いや、ちょっと待って、意義あり意義あり意義あり七個国ではそうです。いや、ちょっと七個国ではそうだけど、それもでも他の国から見たらもう全然そんなのはナンセンスですよ。 全然、ここは俺も権利主張させていただきますよ。なんなら、七子が、その法を定める以前より、俺は慣例としてそこでそういった行為を行ってたんだからな。七子さん家にお菓子を置くっていうのは、自分の。ちょっとこれもう、どんだけ話し合っても、拉致アかねえな。うん、ちょっと国連呼ぶぜ。おい、ハーグ行こうぜ、ハーグ。ハーグ行って、ちょっと裁判しようぜ。<laughs> ハーグの裁判って、俺らレベルが行くのって何年待ちぐらいになんだろうね。<laughs> そんなちっちゃいさんだこと、扱ってくんないでしょ。 いわかんないハーグの歴史上初めてのあのどら焼き食べたのどっちが悪いかって最初はあ,でもあのれは俺出ないから俺<え>あの出頭しないからなんでよ <laughs> 俺はもうその国際裁判所からあれがもう来ても俺出ないって聞いてるいやいや,いや困るってそれはでじゃあ俺でも俺あのあんまお金ないからあの国選弁護士呼んで弁護士んでナナ<で> <laughs> にでもあの召喚状送ってもらうから <laughs> ハーグまで出頭せよって言って <laughs> これはあれだな 新しい粒あん買ってきて痛み分けとさせていただくしかないなそれが平和的解決が一番平和です平和的解決じゃあ今回の件は示談ということでそうですね俺もあんまり強気に行きすぎると奈々子さんに経済制裁食らうからな締め出し食らったらそうやなんかイベントとかのギャラが全く払われなくなってるんですけどみたいな俺あんだけ頑張ったのに一銭ももらえないんですけどみたいな 経済制裁受けたくないからちょっとおとなしくここは <laughs> 今回ははいあの奈良国,国との S 国,国は <S、うん、<S あの現時点でもうとても友好関係を結んでおりますのではい、はい、ちょっと最後握手しておきましょう<ー> <laughs> <laughs> はい今写真撮ってください <laughs> 不自然な笑顔でねここ <laughs> おーわくな <laughs> いつもあなたの暮らしに微笑みをチャンネル登録よろしくお願いします